Good morning, New York! NYJK! Real Talk Radio! はい、皆さんおはようございます。田中慎太郎です。おはようございます。岩佐真理子です。はい、本日は9月の24日木曜日ですね。はい、と早い。早いですね。25日と27日にマリコさんらのイベントがあるんですよね。そうですね。情報共有の方にも、お知らせしましたが、ダンスパイダットっていうクラウンの友達、ニューヨークの友達がプロデュースしているショーなんですけど、うん、まあ、主にダンスとかなんですけど、まあ、フィジカルを使っての、まあ、大喜利と言ったら分かりやすいのか、うん、そのお題を出して、でそれにもうそこでその場で考えてダンスなり曲を使って表現するっていうようなものの日本版をどうしてもやってみたいということで、今回は日本人の出場者を主にと、審査員はアメリカ人の人とプラス、まあ、私をご指名受けまして審査員をやることにこれはなってまして、オーディエンスも日本人の方で、2つ目のイベントが、アトランタの方で主催をし、主催で毎年やってる、はいはい、ジャパンフェスト、まあ、日本祭りですね。で、そこであれですよね、フィジカルコメディのワークショップですね。ですね。今日ちょっとそのね、いつもゲストを呼んでますけど、今日まあそのイベントがね、はい、近くにあるっていうのも絡めて、はい、まあ、今一度こうフィジカルコメディとは何ぞやっていうのを、何ぞやっていうちょっと聞こうかという思ってるんですけど、もともとまあ、フィジカルコメディっていう言葉自体がちょっとね、日本人だと馴染みがないかもしれないんですけど、もともとそこ、うん、マリコさんご自身はどうしてフィジカルコメディっていうところにたどり着いてるんですか？もともと体を使って表現するのが好きだったりとかして、もちろんダンスとかも好きなんですけど、うん、例えば分かりやすく言うと、なんか昔からじゃ例えばカラオケに行った時とかに、うん、そのひたすら他の人も歌ってた歌詞に合わせてその歌詞のやつをなんかこう体でなんか表現したりとか、なんかその辺にあるリモコンを楽器に見立ててとか、うん、なんか、うん、まあそういう子いますよね。そういう子いますでしょ。そんなことをやってたんですけど、はいはい、それとあともうそういうチャップリンとかもすごい見てて、うん、親が見てたんでそれを一緒になって見てて、そういうあとは MGM のミュージカル映画とか見てて、まあなんか断片的にやっぱりその喋りとかをなしに、まあ、ちょっとじゃあダンサー踊ってる同士がなんかこう、じゃ例えば MGM とかあったらフレッド・アステアとかジン・ケリーが2人でペアで踊ってて、一つのステップで例えばジン・ケリーがアステアの足をちょっと踏んじゃうみたいな仕草で大体になったりとか、あとそのチャップリンとかだった、まあ、モダンタイムとかだったらそのなんかこうネジの中に入ってっちゃうとか、なんかそういう追っかけっこしたりとかね、よくあるその彼の映画の中でとか、だからそれがもうすごい面白くて、でそれが何なんだろうと思っていながら、やっぱそういうのが好きだっていうのが頭の中もうなんかちっちゃい時から染み込んでて、なんかカラオケでもそんな子だったし、こっちに来てその言葉に出会ったんですよ、フィジカルコメディっていう。うん、それがそういうものだということで、ね、やってる人たちにも出会ってもっと明確になったんですよ。うん、で、あ、これだこれだで、言葉も分かるとやっぱりそのあ、これ私が好きだと思ってたことはフィジカルコメディっていうジャンルではないと。なるほどね、はいはいはい、うんうん、ダンスももちろん好きですけど、なんか違うかもって、うん、なんかなんだろうなんだろうってずっと思ってたんですけど、ピシャッてハマったんですよ。なるほどね。うん、でそれで、あ、これじゃんって思って熱がそっちの方にシフトしましたね。でそこからまあクラウンとか、うん、だその中やっぱクラウニングとか、まあ、マイムもそうですし、うん、だスラップスティックっていうのも、フィジカルコメディのうちの、まあ、一つになるというか、でそこで、そうですね、フィジカルコメディアンって言ってやってる人もいたりとかする。うん、まあ、こっちは多分ありますよ、なんかこう、うん、まあ、映画もそうですけど、 そう、それがもう形になってるというか、うんうんうん、ね、ちょっとこう、うん、アートの形式じゃないですけど、そうなんですよ、一つのこう形としてありますよね。そうなんです、うん、そのアートフォームって言って
やっぱり、一つのアートとしてやっぱくくってみんなはやってたり、うん、認識があるんですよね、こっちの人は。 ね、それもなんか素敵だなとか思ったり、やっぱり、昔の YouTube とかでも見れると思うんですけど、もう本当に1900年代とかの初めぐらいのボードビルの、うん、映像とか、うん、エキセントリックダンスとかっていう、なんかもう足、なんかもうすっごいコミカルな動き、うん、それとかもフィジカルコメディの一部に入ったりとか、ちょっとこ う、 うまく今これ音声だけで伝えるの難しいんですけど、うん、結構ね、その、まあ、ちょっとこの前も話したんですけど、僕はあのサンフランシスコにもともといて、うん、でサンフランシスコってサイレント映画の映画祭があったんですよね。そこで僕も、うんうん、僕もともと専門が映画なので、うん、まあ、映画いろいろ見てるんですけどね、だいたいこうサイレントフィルムとかになるとチャップリンとかはね、日本でもよく見ますけど、そうですね、うん、なかなかそういう見てなかったんですけど、その映画祭で初めてバスター・キートンの、うん、多分最初に見たのがスティンボート・ビルと思うんですけど、うんうんうん、そこで見てすごいなと思って、なんかちょっとハマって、うん、あまりにも魅了されて本とか買ったりとか作品見たりとかすごいしてたんですけど、なんかそういうこうアメリカの場合ってそれのこうなんて言うんだろうな、系譜というか、うん、なんか受け継がれてるものがなんかありそうですよね、そういうなんかフィジカルコメディというか、ね、うんうんうん、やっぱりみんなその辺をやっぱそこを 通ってというか、うん、やっぱその辺のエッセンスがあったりとかしますね、やっぱり、うん、名が上がりますよね、うん、まあ、全く同じにってわけではないけど、うん、やっぱりそこは見てきているっていう、うん、そう、なんかそんな話をね、それこそマリコさんと前にしてて、あ、うん、なんかね、最近全然見てなかったんでちょっともう一回見てみようと思って、ジンボートビルとか1928年とかの映画なんで、うんうん、パブリックドメインになってるから見れるんですよね、ただで、うんうん、で見て見れます、ね、結構ねやっぱり今見ても面白いし、うん、全然古びないし、うん、だからやっぱりその、ね、さっき言ったようにこうアートフォームとして残ってるっていうのはすごくよくわかるというか、うんうん、面白いですよね。あそこまではちょっとできないですけど、私もちょっとあそこまではできないですけど本当にだバスタギート結構ねアクションが、うん、もうアクションだよね、本当にアクションがすごいし、命がけなこともいっぱいやってるし、うん、そうじゃないタイプの人もいろいろいて、あと例えば、うん、女性のそういうフィジカルコメディアンをやってるのが、うん、結構本当にその人たちの生まれとか1880何年とかで、うん、まあ、チャップリンもお世話になってたりとか、チャップリンもちょっと出たりとかいうコメディエンヌの人たちとかも、いて、その人たちはそんなに体は張ってないんですよ。でもやっぱなんか打たれたりとかこけたりとかっていう、うん、でもやっぱそれも面白かったり、いろんなタイプの人がいますよね、うん、そうですね、でも、うん、ね、いつ見ても変わらないし、そう、私が見た時は私が子供の時だったりとか、それでも面白いなと思ったりとかっていうので、うんうん、万人に、うん、っていうのもやっぱ自分の中にはあったと思って、うん、だからそれがなんか素敵だなと思って、やっぱりその、うん、習う場所もたまたまニューヨークにあってスラップする、うん、でやっぱその先生たちが あるんですね、そういう学校学校っていうかね、たまたまあったんですよ、その私がフィジカルコメディっていうのをやってる舞台をたまたま見て、うん、衝撃を受けて、もう家帰った直後に Google で調べたみたいな、そしたらたまたまスラップスティックの教えてるクラスが当時あったんです。その時の先生たちとかやっぱ見て、面白いなよりもなんかかっこいいな、なんか、わかる、アート的な、うん、なんかかっこいい素敵みたいな魅力があって、うん、それはもうそのアート的な感じだったのかわかんないですけど、うん、なるほどね、思ってどんどんそこに、うん、ハマってって、私は毎週毎週そこのクラスに通ってって、うんうん、マリコさんがやるワークショップも事前にね、ちょっとそういう予習じゃないけどね、なんかそういうのやってたらより楽しめるのかなと思って、そうですね、いいとこ、なんか どんなどんなのを見て準備しとけばいいですか。そうですよね、そうですよね、今 YouTube で見れるので、
あ、まりこさんの YouTube を見ればいいのか。そうですね、私の YouTube 宣伝して、そう宣伝して、やだなまあでもな、オプションとしてもしよかったら、その足が自分のね、せっかくだからその自分のチャンネルで思う形というか、私は途中で喋ってたりしてるエピソードもあるんですけど、でもこううまく混ぜて、まあ私のはオプションとして見ていただいたら嬉しいんですけど、うん、まあそうですね、王道的なタイムの王道、いやうーん、これ見とけよみたいな、モダンタイムですか、私が好きだからか、モダンタイム、まあまあでも分かる分かる分かる、うんうん、あれはやっぱり他の見てもモダンタイムスって私の好みかも分かんないですけど、うん、うん、マイムを徹底的に教えるわけじゃないんですけど、うん、マイムを見ていただけたらと思って、これは誰しもが有名なマーセル・マンソーとかは、うん、マイムなんですけど、技術も素晴らしいながらコメディ的なところをちょっと狙っていろいろやってるものがあったりとかして、うん、それなんか、うん、めっちゃ有名なんで見て、見てほしい人いっぱいいるんですけど、どうしよう、チャップリンかなと、まあ分かりやすいね、うん、分かりやすいかな、ちょっとね、バスター・キートンは危険すぎるからね、そう、あそこまで危険すぎるから、あそこまで期待されるとなんかもう私すごいなんかズームでね、ワークショップみたいになっちゃうと思うから、なんかそうだよね、こんな大きいアクションみたいのは難しいかもしれないですけど、うん、いつ家倒れてくるんですかみたいな、そう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 、いつ壁倒れてくるんですかやりたいな、ちょっと考えますそう、だからチャップリンがいいかな、そこまで、そうですね、まあ分かりやすいよね、チャップリンはね、うん、分かりやすい、うん、でなんかちょっとファニーだしね、うんうん、うんうん、まあ見たことない人はね、モダンタイムとか多分面白い、うん、面白い、うんうん、まあ、映画とかもそうなんだけど、こう、あ、これどっかで見たことあるよねっていうものの発見っていうのもちょっと面白いかなと思って、そのみんなが真似してるじゃない、だから実はそこがオリジナルなんだけど、そこから派生してやってる人がいて、それを知ってるっていう人が結構、うん、まあ、何でもね、アートフォームでもちょっとそういうところがあるけど、そうですね、そういう元祖の面白さっていうのもちょっとあるかもしれないね、うんうんうん、チャップリンだと、うん、まあね、なんかね、結局こうちょっとこういろいろディプレスすることも多いじゃないですか今。そうですね、なんかそういうちょっとしたね、うんうんうん、日常の中にそういうの、まあ、取り入れるかは別にして、そうちょっと見て、なんか自分自身をこうファニーにするというかね、なんかそういうの面白いんじゃないかな。素敵な言葉、自分自身をファニーにするっていいですね、うん、田中さん言葉選びがちょっと今日の一言みたいので入れときます一言で。いや本当なんかね、そういうのってあるよね、なんか僕、いや本当ですよ、なんか、まあ、一人でいる時も別に一人でいない時もそうだけど、ちょっとこう変な動きをしてみるとかね、いい、わざとこう大げさにしてみるとかさ、なんかそういい、いや本当です、なんかちょっと楽しくなるじゃん、そうです、うん、それが結構マニアックになって、私はよくあるんですけど、リュックサックがバックパックのところが肩かけるとこが、うん、毎回自分が急いでるのか分かんないですけど、ほぼ毎回ドアのノブに引っかかるんですよね。あ、なんで毎回引っかかるのかっていうのを分析してみたりとかねそういう体質に生まれたっていうことかもしれないいやでもなんかそういう、うん、そこから何か面白いことがっていう、なんか、うん、なんで引っかかっちゃうんだよじゃなくて、あはみたいな、うん、それが自分自身、そういうスピリット必要だよね今の時代ね、うんうん、なんて思いますね、うんうん、自分自身ファニー、ちょっととてもいいですね、ということで、いろいろ25日は何時からでしたっけ、25日は、ニューヨークは、10時から、あ、夜の10時、あ、夜の10時ね、はい、27日は何時からでしたっけ、27日は、こちらの東時間の朝11時からです。で私が、はい、本編出てきて45本を予定しているんですけれども、まあ、日本の祭りということもありまして、ちょっとまあそういうテーマにも沿いつつ、まあ、本当にそういうクラウン、フィジカルコメディっていうのをやワークショップみんなでなんか楽しんでやっていくっていう感じプラス、まあ、ちょっと質疑応答の時間があるので、もしいろいろな疑問なことがありましたらどんどん質問してくださいっていう感じですね、はい、はい、
じゃあ皆さんね、あのこれもまたね、あの前回同様ちょっとリンクをつけておくんで、はい、はい、皆さんぜひぜひということで、ぜひぜひ、はい、それではそろそろね、はい、お時間になりますので、はい、はい、では皆さん、本日も良い一日をお過ごしください。はい、良い一日を、バイバーイ。